ちょっと伸びるだけ。そうそう。そうそう。こっちならリーチも使えますし、ロガスのロガスのリーチも使うので。こちら、奥側目なんです。そう、ちょうど真ん中で。そう、で、構えて、1、2、3、戻そう、1、2、3、戻そうです。合わせると、こっちのディフェンスです。はい、1、2、3、戻っても仕方なんですけど、肩がね、ちょっとこっち側に回って、で、ぶつけるんです。では、見てるから立てにくる。これだけ使って、こっちで、ここに使われて、はい、お願いします。おー、いいっすね、また。惜しい。そうそうそう、また。はい、また行きました。そこは、そこは。そう、そこです。そう、当たるときはびっくりです。そこです。そうそう、それです、全然いいです。変えましたね、そう。全然違いますね、いいですよ。めっちゃいいです。それです。それで、ワンツー。はい、いきます。ワンツー。そう、それです。ワンツー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 。変えました。そうそう、ずれると、ここしか動いてないから、まあ、こういう打ち方もありますけど、基本的に弱いですよね。ずれられますけど、ガッツリ打ちたいときはこうです。体を動かすけど、力ですね。高さ、親指はどっちでも、上でも下でも、そのやりやすいので、右側に行くと。親指がどうしても硬いやすいですよね。じゃあ、こっち側しっかり。
回当てるのを意識してやってあげる。なので結構やっぱ道具を選ぶのが大事です。まあこれはまあうちの判で申し訳ないですけど、まあやっぱ親指見てると動いちゃうんですよ。ない方がまあ掴みやすいんで、ね、ペットボトルとか椅子とかは安いですけど、やっぱこう動いちゃったりするんで、あんまり、まあ、指とは気がしやすいかということはあったりします。でまあ親指も隠れてるものを使うとか、腕長期やっぱ上がってくると、はい、拳と手首にやっぱ負荷があるんで、はい、そうなるとこういった薄いのだとちょっと痛かったりするから、はい、ちょっと大きめの8オンスとか10オンスとか、はいはい、そういうの買ったりとかしてもうまくなってきたらいいですし、あとでもオンスが大きい方が痛くないかな、分厚いんで重さなんですが、この辺とかも重たいんで、あ、分厚くなる。いやいや、ツアーニングとかは16オンスでやるのが多かったんですよね。ヘッジローボンスってかなり大きいので、まあ、痛いけど、まあ、要は衝撃が少ないというか、ガチンって言われたら、ゴンってなっちゃって、そういった意味では手がわしくて、パンチ部分薄いですから、やっぱ軽く当たっても、後が負けたりするんですよ。危ないんで、だから、そういったちょっと本数を上げて大きくするとか、あとはちょっとバンテージ巻いたりとか、はいはい、そうすると、手首とかこぶしたフォームになるので、まあ、そういったふうにやってきてる。上手くなってくるとやっぱ関係が上がってくるんですよね。上手くなってくるとやっぱこの辺の腹部で拳に負荷がかかるんで、やっぱり結構痛いですって人出てくるんですよ、はい、そういった時はその袋の大きさを変えるとか、はい、バンテージをつけるとか、まあ、簡易バンテージつけてこう突っ込んでこう回すだけのやつもあるんで、変化できますから、そういったバンテージつけるだけは全然違うんで、そういうので楽しいとか痛いとか